バフマン・オバディは、クルド人の俳優、映画監督、脚本家。イラン出身。イランの大学で映画制作を学び、卒業後は写真家となる。その後8ミリメートルで短編映画を制作するようになる。アッパスキアロスタミ作品の風が吹くままに助監督、俳優として参加。2000年に酔っ払った馬の時間で映画監督としてデビュー。 この作品でカンヌ国際映画祭カメラドール等を受賞。2004年のカメも空を飛ぶでは、シカゴ国際映画祭やベルリン国際映画祭などにおいて多くの賞を獲得している。婚約者はジャーナリストのロクサナサベリ。バフマンはロクサナが2009年にイラン国内でスパイ容疑で拘束された際、彼女と婚約していることを明かすとともにメディアに向けて 無実を訴えた。2009年の、ペルシャ猫を誰も知らないを監督後、現在に至るまで、国外亡命を続けている。レターバイロクサーナサベリエスフィアンセ、バマンゴーバディー、インターナショナルキャンペーンフォー、ヒューマンライツインイラン、2009年5月15日、閲覧。ありがとうございます。